アメリカ北方軍はアメリカ合衆国軍の統合軍のうちの一つ。北アメリカ地域を担当する地域別統合軍であり、通称はロースコーム。現任司令官はグレンディー・バンヘルク空軍大将。設置は2002年10月1日。2001年9月11日の同時多発テロにより、アメリカ合衆国本土防衛の必要性。 重要性が再認識されたことに伴って設置された。主任務はアメリカ本土の防衛であり、特に防空に関してはアメリカとカナダが共同で運営している北アメリカ航空宇宙防衛司令部と作戦調整を行うこととなっている。北方軍とノラドの司令部はコロラド州ピーターソン空軍基地に同居しており、また北方軍司令官はノラド司令官を兼任している。 北方軍の担当する国は、カナダ、アメリカ、メキシコの3カ国のみである。アメリカ本土にいる部隊のほとんどは、統合戦力軍やインド太平洋軍など、他の統合軍に所属しているため、保有している常備兵力は、統合軍の中では、最も少ない。必要に応じて、他統合軍所属の本土所在部隊についても指揮権を発動する場合がある。会の統合軍組織として、 北方統合任務部隊、首都地域統合部隊司令部、アラスカ統合任務部隊が編成されている。統合軍の地域管轄地図紫が、アメリカ北方軍。ありがとうございます。